マフムード・マムダには、ウガンダ・カンパラ生まれのインド系三世のアフリカの文化、人類学、政治学者。コロンビア大学人類学部教授、ハーバート・リーマン政治学教授、アフリカ研究所長。ダカールに置かれている、アフリカ社会科学研究発展評議会の議長。ウガンダで生まれ、米国の奨学金を受け、ピッツバーグ大学、タフツ大学フレッチャースクール。 ハーバード大学に留学し1974年に博士号取得、イディアミン政権時代にインド系移民の追放を受け、イギリスに亡命、ダルエスサラーム大学を経て、第二次、ミルトン・オボテ政権時に、ウガンダに帰国し、マケレレ大学教員として、青年式児教育計画に携わり、鉄道労働者の政治活動に関わった。カンパラの基礎研究センターの財務部長も兼ねた。 1988年、ミーラー・ナーイルと結婚、ケープタウン大学教授、アフリカ史学、政治学、国際関係論の専門家とみなされ、その言動はアフリカに関する議論で重要な役割を果たした。1996年の市民と市民は、米国アフリカ学会の1998年度、ハースコビッツ賞を受賞した。2001年には、 ノーベル平和賞受賞シンポジウムに招かれた。米、法輪ポリシー氏と、A、プロスペクト氏の2008年度の世界の知識人100人の一人に選ばれた。英語、フランス語、グジャラート語、ヒンディー語、ガンダ語、パンジャーブ語、スワヒリ語、ウルデュ語などを話す。ありがとうございます。